明日着物友達にすぐ言いたくなる雑学を学べる里読む着物雑学講座。そして今回の講師は、よろしくお願いします。細野美也子先生。日常に着物を楽しむ着物ファンのための情報を発信する月刊あれこれ編集長、着物オタクで着物の歴史にもとっても詳しいんです。そんな細野先生の講座は、研究者ではないので、自分自身がもう本当にオタクチックで好きでこう掘り下げているこうちょっと話題を独り言のように、勉強というよりも私の独り言を聞いていただくような授業になるかなと思って。可愛いですね。はい、先生の独り言を聞く。そうなんですよ、はい、もう聞く授業になればなと思っておりますので、今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。今日のテーマなんですけれども、おしゃれ心の行き過ぎさんが着物師を作るという、もう本当にオタク臭プンもここからプンプンしてますけれども、独り言と言いながらいきなり質問しちゃったりするんですけど、いいですか。どうぞ先生。皆さん、例えばローザさん、今日帯揚げ帯締めなさってますよね。今日は、はい、はい、帯揚げ帯締めって何のためにお使いですか。帯をが垂れないように、この締め方だと今日は垂らしてますけどね、垂らしてるんですけど、だから本来は枕があって、で帯揚げがそのサポートするって、はい、帯のサポートですよね、もうここなんですよ皆さん。もう着物を着ていると、もうちょっとこの前の対談でも佐藤さんもおはしょりって何のためにあるんですかってお話ししてましたよね、はい。皆さん着物っていうとなんかもう当たり前に、おはしょりがあるもの、こう帯が長いものって思ってますよね。で最初大体聞かれるのが、何のためにおはしょりあるんですか。着崩れないためです。でもおはしょりっていうのは、じゃあつまりは長いからっていうことですよね。で着崩れないためにその長く作っているわけではなくて、たまたま長いものをこう着るためにおはしょりっていう工夫が生まれたわけなんですけども、私たちってそれを当たり前に受け取ってるんですけども、そもそもじゃあなんでこんなに着物って長いの、帯ってこんなに長いのって思いません、当たり前だと思ってますけど、これがね、行き過ぎた過去の人たちの行き過ぎたおしゃれ心を私たちは引き継いでちょっと苦労してるっていうことなんですよ。ということで、確かに帯長すぎると思います。そうなんです。そこにも当たり前だと思って疑問を持たずに、本来の帯の役割って何ですか。でも元々その遡っていくと紐、そうです、そうです、おっしゃる通りです。これが前がはだけないようにするため。そうです、もう単純な話、そういうことです。今回、着物ファッションの変遷とは言いますけれども、ちょっと私の、斜め上の切り口で、今ローズさんがおっしゃったこれですね。これ桃山後期で、1600年くらいで、江戸に入るちょっと前くらいです。お国歌舞伎が出始めた頃で、はい、実はこれ、男装している女性なんですよ、はい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 。でこの紐、ローザさんがおっしゃったこの帯、名古屋帯って言いますけども、今の名古屋帯と漢字が違うんですよね。こういう紐状のもので、で、竹も本当におはしょりでなくて、皆さんよくご存知の、小袖、ついたけですよね。こういったものだったものが、だんだん、それが広くなってくるわけですよね。こちらもだいぶこう広くなってる帯、ちょっとこれを見て比べてもらいながら、こちらと比べるとだいぶこう広くなってますよね、うんうんうん。江戸初期に入ってからだんだんその帯幅って広くなってくるんですけども、本来も紐状だったものが、9センチくらいになって、である時期になってくると、もうやっぱり15センチとか18センチ、今の本当にこう私たちのこの感じと変わらないくらいの幅になってくるんですね。で長さも本来、2.4 メートルくらいだったんです。短い。発尺、そうなんです、発尺。当時は、クジラ尺じゃなくて金尺といって、一尺が30センチ、約30センチなんですけども、2.4 メートルくらい。でももしその紐だとしたらですよ、
抑えるのに 2.4 メートルで十分なわけですよ、うん、もう二巻きして結んだらそれで十分だったわけです。ところが幅が広くなってくるとやっぱりある程度その長さって必要になってきますよね。結び目でも尺取られますし、でその実用性だけではなくてだんだんそこから行き過ぎた心が出てくるんですね。そうなんです。でそうすると長さもまあ長くなってくる。そしてこれくらいの時期ってこれ見ていただいても分かると思うんですけど、この後ろで結んでいたりこう前で結んでいたり、うん、いろいろなんですよ。横で結んでいたりっていうかもう手なりで結んだ感じだったのが、1600年代に入ってくると前結びが流行ってきます、うん、でその前結びっていうのは、まあ、これよりもうちょっとその帯幅がさっき言った、まあ、9センチくらい、9センチくらいってこれ男ちょっとやや古めの、男帯でこれで約9センチです。少し太くなってこれくらいの感じです。今どれくらいですか？今ですね、古い男の実を言うとこれでも締めてる方はいます、はい、今ですね、まあ、それが本当にいい質問してくださってこれからにつながるんですけど、やっぱりその長さとか幅が変わることによってなんか人と違う、もうちょっと幅を広くしよう、もうちょっと長くして違う結び方しようっていうことをなんですよね。で今ちょっとまあ余談になりますけども、男性の帯幅が非常に広くなってきてるんです。もうこれは本当に、これ9センチ 9.2 ミリ3ミリくらいなんですけども、もう今普通に10センチくらいになっていて、でさらに言うともう11センチとかそれくらいになってるんです。どうしてですか？多分人と違うものしたいからちょっと行き過ぎた人の子、まあ、まだ行き過ぎてないですけども、したいから。で女性の場合って今やっぱり昔に比べると皆さんこう背丈がすごく高くなってきているので、やっぱりバランス取りたいというのと、あとちょっとまあ豪華に見えるというところがあって、最近って結構女性もまあ帯幅こう広めに取る方多いと思うんですけども、男性最近そうなんです。知りませんでした。で、実はメーカーさんももうすでにそれに対応してるんです。だからそのあたりがやっぱりその同じものであってもちょっとその幅とか広さとか長さを変えることによって変えていこうっていう、もうやっぱ気持ちがムクムクと出てくるわけですね。でこれでまあ前結びっていうのができてくるわけです。でこれがまあその聖徳雛形本というので、まあ、これ1650年か1700年くらいのまあ時代のものだと思ってください。これくらいだとなんとなくこの結び方だったらまだ分かりますよね。これくらいの感じで、で前結びが流行るっていうことは、つまりはそれまでは手なりでどっちでもよかったのをやっぱり意識があるわけですよね。前でちょっとそれを見せようっていう意識が出てきてるっていうことです。ちょっと太くなったことで、だから多分こう結び方もいろいろになってくるんだと思うんですけれども、それからさらに帯幅がまあ広くなってくると、今度は1700年代くらいになってくると後ろ結びが流行ってくるんです、うん、でこれがさっきちょっと比べるので見ていただいた、これはね若い子たちの素読、まあ、勉強寺子屋みたいなものですね、うん、若い女性の。でこれを見ると前結びと後ろ結び混じってますよね。その前結びと後ろ結び、はい、ここで何かその、差が、佐藤さん、はい、どういった人が後ろとか前とかどういうふうな考えで後ろにするか前にするかとかって決まっているか、はい、いや分かんないですけど、私のイメージの中だと、うん、例えばその前は、まあ、何かを作業する手を使うみたいなことが、はい、をしなくていい人、例えばその何だろう、その花魁とかお食とかその方たちが前のすごい豪華な帯をしていて、で、よく立ち働く人が後ろにしているようなイメージが。なるほど。でも逆にそういう職業じゃなくても、例えばある程度こう格式が高いと何も自分でやらなくても、うん、その働いてくれる人たちがいるからっていうのも。そうです。それも一つ、正解のうちだと思います、はい、だんだん帯幅が広くなってくるとやっぱり邪魔にはなってきますよね、うんうんうん、ただ、まあ、これは私の、まあ、見解、まあ、もしかしたらどこかで本当に研究者の方がねこういったようなことも言ってらっしゃるのかもしれないんですけれども、
歌舞伎を見ていても、うん、まあそのお母さんと娘が一緒にこう出る場面ありますよね、はいはい、そうすると、まあ、お母さんなんかがもう前結びになってますよね、うん、で娘はもう後ろ結びですよね、うん、でこれ見ていただいてもなんですけれども、要はそのうちに既婚者が前、未婚者が後ろっていう、こうなんとなくそういう認識がある時期少し出てくるんです、でもそれって明確な理由って、まあ、ちょっとわからないんですけども、私が思うに最初前結びが流行ってたわけです、うん、その後で後ろ結びが流行る、うん、そうするとやっぱり若い人の方が新しい流行って先に食いつきますよね、うん、でそれまでの人たちはやっぱりこう従来の、まして既婚してからなんかその今流行ってるものを、今まで前で結んでいたものを、後ろにっていうのは多分抵抗があるとか、そういったことがあって、だからその歌舞伎でも年配者、だからこれも見ていると、この黒紋付きのこの女性が多分、師匠、お師匠さんなんだと思うんです。ここで既、まあ、婚者がまあ年配っていうことですよね、前結びですよね。で、実はこの女性は既婚者なんですよ、なぜかというとこれ、丸曲げなんですね、当時は、曲げでもって既婚者未婚者がある程度分かっていて、でこちらはもう島田になっているので、まあ、見るからにこの3人って若い、まあ、お嬢さんなわけですよ。で彼女たちはもう後ろ結びですよね。で彼女は後ろ結びなんですけども既婚者でも、多分結婚する前からもう自分は後ろ結びだったんだと思うんですよ。で結婚してからでも、もうその後ろ結びというのが自分たちにとっては当たり前なので、後ろ結びにしている。でやがてもだんだんやっぱり後ろ結びの方が優勢になってくるんですよ。でそこでなんとなく、まあ、区別というわけではないんですけれど、見ていると、まあ、おっしゃる通り本当にすごく位の高いお職であるとか、なんかそういう、こう昔ながらのね、大きな大棚の奥さんとか年配の方はこう相変わらず大きい前結びだったりしますけれども、だんだんやっぱりこう後ろ結びの方が多くなってくるんですよね、はい、でもそれこそなんか花魁さんは確かになんかその一晩の奥さんになるみたいなところから、その意味合いで、まあ、前に結ぶっていうのも説あったんですよね。それもあると思います。でも、もともとそういう帯結びの帯の幅が広くなったっていうのも実は、その花魁からなんですよね。遊女からなんです。やっぱりそこがもうおしゃれの元。そうなんです。もうこれも皆さんもよくね、聞いてると思うんですけれども、その遊郭遊女と、あとまあ歌舞伎です、うんうん、で帯結びも結局吉屋結びであるとかね、うん、もうそのあたりはもう本当にいろんな、名前が付けられているものっていうのはやっぱ歌舞伎なんですよね、うんうん、なのでそこの、端境期のようなものっていうのがこういうこう混じる場面っていうのが、まあ、それでも少しはやっぱりこうしばらく、残るは残るんですけれども、でもだんだんそれくらいになってくると、確かにもう15センチとか今の、ね、半幅だと同じかそれ以上になってくると、もう簡単にキュッと結ぶだけでは多分収まりがつかなくなるんですよね。そうしてもこういう本当にすごい、大きい帯になってくるわけですよ、うん、ところがですね、この帯ってもともとさっき言ったのは着物を留めるための、道具ですよね、もともと。だから最初は紐だったわけです。ところがだんだんなんかそのもうちょっとこうおしゃれな感覚が持って、こう広くとか、長くってしているうちに、今度はその帯がずり落ちてくるわけです。重くて。そうです。なのでその帯を止めるためにここにしごきをするわけです、うん、落ちてこないようにその帯をストッパーとして、うん、でそのしごきはそのうち、まあ、おはしょりを取る時にも使われたりしますよね。今のまあ七五三の形の中で、まあ、その名残として残っていますけれども、でそれがまあ本当に帯締めとか帯揚げの、まあ、本当にこう元で、さらに言うと今度はこう後ろ結びですると、その高さもやっぱり高い位置にキープしたいわけです、うん、でそうなってくると上にも使いたくなるんです。でもっともっと、まあ、時代が下って後期になってくると、ちょっとこう帯枕に近いタイプのものが出てくるんですね、うん、
要はその帯揚げ紐だけで今度上も留めていたのを、まあ、それを見ていただくのがこちらですね。もうこれだったらこの紐1本でいいんじゃないですかって思いません？これ要はこういうことですよね。帯もすごくもう垂れる、結局垂れるっていうことはもう重力があるので下にやっぱり落ちやすいわけですよ。でそれはもう本当にもうあのもう行き過ぎたおしゃれ心なんですよ、はい、先生あのその垂れてます最初から垂れてます、はいはい、あのその帯枕みたいなものってでもはっきり見えない。あ、ここではまだこの時代はないです。あ、これではないですか。はい、で、まあ、これくらいの時代はまだですね、本当に最初だから紐で留めていたわけです。うん、でもだんだんでも垂れるよね、はい、っていう話になったんです。でもやっぱりその結び目って硬いので、まあ、これは私のもう本当に推測なんですけども、うん、でも結局その帯揚げに芯が入ってくるんです。ちっちゃい小判くらいの芯が、うん、で帯揚げで使う紐って、もう後期くらいになると袋状になってるんです。うん、袋状になっていて、つまりそれに芯を、そうです、それにちょっと、小さい名刺くらいの小判くらいの芯を入れて、そうするとやっぱりあの普通の紐だけよりも結び目をピシッと抑えられますよね。それって帯枕の走りなんですよ。最初から枕じゃなかった。あ、違うんです。その何かあのその袋状のものは残ってます、それともなんか資料とかに書いてある。ですね、こちら、これで、これはもう明治初期になるんですけれども、もう明治初期で江戸後期からで、ここのところにちょっと入ってる、入ってるの分かりますよね。でこれが、こういうあのちょっとこう輪のように袋状になっていて、そこに入れるんです。当時これを背負い上げって言ったんですよね。背負い上げ、はい、帯上げの、要はこの背負って上げる帯を背負い上げで、背負い上げっていうあのそういう小説があるんですけども、でその中で、まあ、短い小説なんですけれども、夫がなんか奥さんの浮気を疑うわけです。なんかおかしいな。でもそしてある日、その帯上げの中に手を突っ込んで、中から男のからの恋文を見つけるっていう、そういう話なんですよ。で意外とそれってあのなぜその夫、彼はそのことをこうずっと気になっていたかというと、別な知人にそういう話を昔聞いたことがあって、なんかそれが頭に残って、こう最近その妻のことがなんとなくちょっと気になっていた、でそこにあったものを手を入れたらそこに出てきたっていう、まあ、そういう話なんですよ。へ、恋文かもしれない ねですよね。そう、だから当時意外とね、だから今で言うとあれですかね、もう LINE をちょっと見ちゃったよくらいの感じですかねスマホ覗いちゃったよぐらいの、そうそう、覗いちゃったよみたいな感じなのかもしれないですね。でこれがまあ結局当時の、もうだんだんやっぱりこう帯も幅も広くなって重くなるんで、本当紐だけでは頼りないので、こういう芯を入れるようになり、でそれがやっぱりだんだんこう大きくなってきて、で、まあ、これもちょっと余談なんですけど、帯枕っていう言葉っていうのはあったんですけども、辞典に載るのは結構昭和の後期なんです。へ、でそれはまあ研究者の方がいて、あの多分着付け教室の質が増えてからじゃないかと。でその物販が非常に着付け教室は多かったので、まああの背負い上げとか帯芯とかって中に入れるものを言ってたんですよ。やっぱり商品として売るときにきちんと名称が、固有名詞がないといけないので、まあ、帯枕っていうのがまあ戦後、まあ戦前くらいからこうあるはあったんですけども、辞書には載っていなかったんです。で辞書に載ったのが、その後研究者の方によると昭和の後期、あの着付け教室が非常に増えてきて、商品として帯枕がしっかりと認知されてきたからだっていうふうにおっしゃってるんですけどね。なちょっとそれは油断なんですけど、はい先生、はい、じゃあと同時にその袋状であった帯揚げも形状を変えてきたんですか。帯、あそうですね、結局もうその帯枕にこれって、その中に入れてたんですけれども、うん、今ってもう帯枕って紐ついてるじゃないですか、はい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 、なのでもうあの帯揚げ自体が紐に袋になる必要はないわけですよね。前はそこ入れてそこにこう当ててたっていうふうに作っていて、で結局あの私たちは本来話が戻ると着物を留めるっていうだけのはずのこの帯が
その時代の人たちのもうその行き過ぎたおしゃれ心でこんなに広くこんなに長くなった挙句の果てにもうそれを止めるためにさらには本末転倒ですよね、うん、その帯を止めるために紐とか帯枕っていうのを使うようになったわけです、うん、私たちはもうそれが、もう当たり前として受け継いでいるので、ね、そのやっぱり素朴になんでおはしょりがあるのとか、うん、こう帯が長いのって こんな風に結ぶために長いのかなとか思ってるんですけれども、最初からそうだったわけではなくて、そうい こう時代の中でのちょっとこうおしゃれが行き過ぎたものになってここまでになったのを私たちは引き継いでいて、長いと言いながら使っているわけです。重いとか落ちるとか。そうなんです。で必ずでも着物初心者の方は言いません、どうおはしょりって何であるんですかって、うん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 、なんで着物ってこんなに長いんですかって必ず聞きますよね。でもなんか当たり前のように思ってますけど、実はなんかそれを、まあ、次着物の話にも行くんですけども、遡ると当時の人たちのなんかそういう行き過ぎたおしゃれ心を、私たちは今それを遺産と言っていいのか何と言っていいのかこうして使っているわけです。で表に出るものってやっぱりだんだん装飾化されてくるんですよね。で、まあ、今だからそのコーディネートとしての、当時は多分、なかったコーディネートを私たちはすごく楽しむことができてるんだと思うんです。で、まあ、着物もしかりなんですけどね、当たり前に、だからある日本当にこう当たり前と思ってるんですけども、なんでって思っていて、歴史を見ていると、でもそうだよね、もともと紐だったよねってやっぱり皆さんご存知だと思うんですよね。まあなんとなくだんだん、長くなったんだろうな、広くなったんだろうなって、でもそれを止めるためにまた紐使うってどういうことってなった時に、やっぱりその時点でやっぱり行き過ぎてるんですけど、でもまあそれが変わらないままに、これなんか見ていただいても、これ縦結びですね。うん、そうだ、ね、多分これからすると、まあ、もう夏物ですよね。もうこんなにしょって歩けます、今すごいですよね。引っ掛けそう。確かにね、そんなに動かなくてこれだともう前も後ろも一緒見てくらいに邪魔ですけどね。絵とはいえかなりやっぱり こういうボリュームで描いたっていうことは、なんかその誇張も多少あると思います。例えば当時のね、前もお話しした平均身長って142、3センチか145センチないくらい、男性で152とかそれくらいなんですよね、23からするとまるで、モデルのような体型で描いてるのがすごく多いんです、浮世絵って。でやっぱり当時でもそういうこうシュッと見せるっていう意識が、それがですね次の着物につながるんですよ。その前にちょっと縦結び、まあ、ちょっと練習したことあって結んでみたんですけど、やっぱりまあこれ中夜帯じゃないですか、はい、でそうなるとやっぱり腰がないので、かなりこれは絵のためにこう立たせてて、そうですね、硬い丸帯じゃないと立たないんですよね、でも丸帯で多分縦結びって本当に難しいと思います。重いんですね。で縦結びって結構明治くらいは子供とか少女がしてたんですよね。で、まあ、こちらの方にこれ明治の風俗画法で、まあ、江戸、まあ、本当これが明治、まあ、20、30年くらいから発刊されたもので、要は江戸時代からまあその新しい時代になってこう風俗がどんどん変わっていくので、まあ、それを残そうという目的で日本で初めて発刊されたグラフィック誌なんですけども、その中でこの嘉永年間ですね、だから嘉永年間っていうともう本当に江戸も末期くらいになる時代の松の帯結びですよね。この時代ってまだ帯みんな柔らかいんですね。そうですね、はい、だからまあこういう太いけれどもなんとなくキュッて結べる芯がまだ入ってない。そうですね、これが縦結びですね、ここ、そうですね、吉屋結び、これはハサミ結びですね、だらり結び、引き締めとか文庫崩しですね。で多分この、おたか結びとか、このあたり多分名前なんだと思うんですよね、おたかさんとか、
これはお磯結び、おまん結びとか、高尾結びって言ったらもしかしたら遊郭の方から来てるかも。そうですね。あ、これはそれとですね、島原結びですね。あ、島原、これは島原結びですね。はい、これはまあ千鳥なので千鳥結びで、これですね、高尾、はい、高尾太夫の高尾ですね、きっと。でも確かに小間結びとか、人の名っぽいですね。ですね、はい、まあ、これも露光結び、ね、ファッションリーダーがそうなんですよ、ね、結び方ですよね。芯がね、そんなになかったので、とはいえこう前、絵で見るとやっぱりあれくらいの大きさにはなってしまうんですよね。最初だからその 2.4 メートルくらいって言ってましたけども、だいたいそれから 3.4 から3.89、今のもう私たちの名古屋人と同じくらいの長さのもので、も体は小さい、それを結構幅広く結んでいた。それは落ちてきますよね。でそこに帯揚げ、帯締め、帯枕を使うようになるという。私たちが見てる、こう普段お芝居なんかでね、歌舞伎とかで見る、いわゆるそのバランスに近いもの、なんか縦結びのドンドンって感じじゃないですか。はい、ああいうイメージだ。そうですね。本当にそれでもなんだかんだ、男性がやるので結構骨格がしっかりしていますけど、あれが当時の本当に女性があれで結んでるっていうことを考えると、本当にやっぱり、はい、あの浮世絵やっぱりそのグラフィック紙なので誇張している部分は確かにね、うん、あると思うんですけれども、まあ、でもどれもやっぱりそれくらいのボリュームだったっていうのは確かなんですよね。まあ、ちょっとね、また帯のが長くなったので、着物の方に行きたいと思うんですけれども、これね、懐中時計なんです。そう、私今日ね、本当にしくじり先生で懐中時計持ってこようと思って忘れちゃってごめんなさいって、パカランパカランパカラン、将軍吉宗が出てくるわけです。はい、チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。